日本は次期戦闘機開発に着手したものの、新進のテスト飛行終了後、話が二転三転しているありさまだよね。次期戦闘機を純国産開発するために、イギリス、イタリアとの共同開発計画に参加しているとのことだぜ。仮に XF9 エンジンが使われないとしたら、日本はどうするんだろうね。F35 戦闘機は開発にアクセルがかかり、日本に導入されるのかというところも気になるな。F35 戦闘機にも開発期間がかなりかかっているわけだし、X2 新進を量産化して空自に導入する方が時間のロスが少ないような気がするよね。心紙を少し大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかもって声もあるらしいぜ。さて今回は次期 XF9 エンジンが参加国共同開発に使用されるかどうかについて、ネットの意見を見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。早速だけどここで、ネット上の色々な意見を紹介していくね。XF9 エンジンは残念ながら使われないだろう。日本がイギリスと組んだ時点で、イギリスのロールスロイス社製エンジンに決定。IHI のエンジンでいいなら、テンペストはとっくの昔に FCAS フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システムに統合されて、フランスのスネクマ社製のエンジンを搭載してるはずだよ。国会を通ったんだから、予算がついているのは当然でしょう。F3 戦闘機のエンジンはロールスロイス社がしたいということだし、日本は肝でないエンジン部分、圧縮機とかそこら辺の開発や生産担当になるんじゃないかな。日本以外の F3 にはロールスロイス社のエンジンが採用されるのは確定だよ。日本用の F3 にはオプションで IHI の作ったエンジンを乗せるかもね。日本がどうしても国産エンジンじゃなきゃダメと主張したら、日本用だけならできるんじゃないか。でもそうなったら、ロールスロイス社のエンジンに IHI は絡めなくなるだろう。将来的に F3 戦闘機が、イギリスやイタリア以外にも輸出されるとしても、IHI は蚊帳の外ということになるだろうな。EJ200 のタービン温度1550度というのは完成当時のもの。買ったって思うけど、それで喜んでちゃダメ、甘い。日本の IHI にタービンブレードを作らせたら即解決では？低中圧のタービンブレードなら作れるって言うから、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗。同じ国なんだから、他の日本メーカーがその尻を拭くのは当然でしょ。ロールスロイス社はトレントエンジンでも高圧タービンは絶対手放さなかった。高圧タービンは低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールスロイス社のは問題を起こさなかった。違いは明らか。発表していないからロールスロイスの具体的温度は不明。けど EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より出力3割増し。当然、背後にはハイスピードな技術進歩があるんだろう。1550度というのは、1980年代半ば EJ200 が開発された頃に出した数字。それから40年も経って状況は変わっているよね。日本製エンジンは使われない。エンジンは実績が重要。昔よりコンピュータが進化して、正確なシミュレーションはできるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合は山ほどある。全く実績のないエンジンを戦闘機に採用するなんて、危険すぎる賭けだろう。予算がついたから国産でとは限りません。日本は今までのように大金をはたいて完成品を買わせられることになるだろう。国産にするのなら入札か随意契約だろうし、結果は公示されるから確実にわかるはずです。日本製エンジン、当然使われるでしょう。日本では次期戦闘機エンジンの製造と、機体設計にちゃんと予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事がすごくいっぱい出るよね。何を信じればいいのか、わからない。軍事は動くお金もどでかいせいか、そういう関係のニュースの精度は全くひどい。こういうフェイクニュースに惑わされないでください。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげますが、2021年度は次期戦闘機用エンジンシステムその1で契約相手は IHI で契約金額は158億円。2022年度は同じくその2のエンジンシステムで、相手方はやっぱり IHI、契約金額は164億円です。
これは次期戦闘機エンジン設計予算から出てるので明白です。IHI が設計したエンジンを、次は製造するという当たり前の手順でしょ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI が設計したエンジンを製造するのはどの企業なんでしょう？ IHI 以外にあるのかな？イギリスは、2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたら、エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の段階で、1800度以上を叩き出した。EJ200 戦闘機は1550度くらいだよね。それで間に合うっていう自信はどこから来るんだろう。日本用の F3 戦闘機には、日本のエンジンを乗せるということで納得されているんですね。イギリスもイタリアも自分の国の企業に金を落としたいだろうから、自前のエンジンをつけられるならロールスロイス社はつけたいでしょう。となったら日本のエンジンはライセンス生産。ネックになる部分は、日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って今は一体何度？ロールスロイス社の旅客機用のトレントエンジンでは、爆発事故とか破損事故とか起きてるけど、知らないのかな？解決策として、IHI にタービンブレード作ってもらってるんだけど、このことはあまり知られてないのかな。忘れたふりしてる？日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度は1800度という超高温じゃ、EJ200 って何度？それ以上ってことはないよね。日本は製造しようととっくに提案してるのに、XF9 系以外不エンジンで一体何があるんでしょう。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話があるけど、情報は全然出てこないよね。どうなってるんでしょう。何回も言うけど、EJ260 にしても非力なエンジンを乗せている。次期戦闘機はどうやって飛ばすつもりなんだか。全く数字の答えが出てこないんですけど。何かごまかそうとしてます？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールスロイス社が作ったものだった。知らなかった。要するにロールスロイス社が、自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげたんでしょう。だけどそれをごまかしてません。ちゃんと公にしてよ。何の印象操作を狙ってるんだろう？そんなに一生懸命になって。ロールスロイスは高圧タービンは手放してませんって言い張ってますが、中低圧で不具合出したのに、自分たちでは解決できなかったんですよね。大丈夫なんですかね。1550度ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800度以上だったら素材技術を持っている国じゃないと作るのは無理じゃないですか。情報は全くと言って良いほど出てこない。XG240 はテストを続けているみたい。一応はね、日本から高温に耐えられるタービンブレードの技術を教えてもらったのかもしれませんね。どうあがいたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないですよね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジンを使うでしょう。となると X240 エンジンかもしれない。間に合うならねの話だけど、難しいでしょう。いろいろな意見が上がっていたね。みんなはどう感じたかな？それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。